阪神木浪、オールスターショート部門で独走中。さすがにやりすぎ。阪神ファンも困惑やろ。なんで木浪なんだ。ショートの対抗馬そんなにおらんのか。坂本人気なさすぎちゃう？オール阪神巨人やん。木浪嫌いが反転して好き好きになっちゃった阪神ファン。ワイは嫌い。シーズン終盤には強打に抜かれるんよな。これじゃ阪神を高津が指揮するだけやんけ。これ他球団のファンって投票すらしてないんか？もししててこれなら阪神ファンの数どうなってんねん。こんだけ得票ってことは他ファンも入れてるでしょ。坂本がコンプライアンス的に終わってるから消去法。木浪は本人がようやっとるのもあるけど対抗馬がいなさすぎるんだわ。木浪女性人気すごいって聞くけどほんまなんやな。梅野も1位になりそう。小林も梅野応援してるし。木浪に関しては坂本があのスキャンダルあったのと序盤良くなかったのに加えて、今回無理ならこの先チャンスなさそうってのもあるんやないかなと推測。山川の票ですら着々と増えてるんやな。ショート規定で3割打ってるならええやろ。と思ったらだいぶ落ちてるんやな。ワイは外野部門は打点の多い選手に入れてる。近本の意地いさの。高津の阪神投手国素人って楽しみやな。あとは梅ちゃんとノイジーと森下に票数埋めればええんやね。了解やで。やめろや。まあ日本一になる年のオールスターやから多少跳ね。